見えますかね。まあこれオオクワガタの、国産オオクワガタのメスですね。なんか小さいって言ってたけど結構大きいと思うんだけどな。これおとといね、友達からオオクワガタもらった。その友達はあのオオクワガタを、そうだ、幼虫を何頭だったっけな、ずっと10匹ぐらいなんか育てて、てそれがこの前羽化したらしくて、それでなんか前々からオオクワガタ羽化したらやるよって言われてたんで、やったーみたいな感じで、でもらってきたんですよね、オオクワガタをペアで。どこにおるかね、潜ってね、あらおらんな、あれん、あれ、あ、おったおった。これか、はい、見えますかね。まあこれオオクワガタの、国産オオクワガタのメスですね。なんか小さいって言ってたけど結構大きいと思うんだけどな。これ、うわ、ダニがめっちゃついてるやん。やば、くんたん入れないと。で、まあとてもいい答えをいただきましたんで、まあ、ペアでくれたっていうことはブリードしないとね。ああ、クワガタ実はまあブリードしたことはあるんですよね。あるんですよ、一応あるけど、なんかもう幼虫、クワガタの幼虫を育てたらなんかこう、なんだろう、めっちゃ心配でめっちゃ見てしまうんで、まあ個人的になんかもうブリードじゃなくて、定期的にオオクワガタ買った方がいいなみたいな。まあブリードも楽しいんだけどね。まあ、メスはいいんだよ、メスはいい、メスはいいんだよ。オスがなんか、その友人がなんかまだ乾いてなくてまだ洋室の中にいてとか言ってたけど、いや、え、バリッバリまだサナギなんだよ。見えるかな、わかんないよね、多分ね。雰囲気伝わるかな。まだサナギなんだよこれ。いや確かにあの、ほんと羽化寸前だよ。もう多分1週間以内ぐらいには羽化しそうだけど、まだサナギ。まあクワガタのサナギはあんまり、まあ、サナギの時はあまり動かさない方がいいので、まだサナギやないかーっつって、大丈夫かな。まあ良かったです。よーし、あたたたたたたた、なんでオオクワガタが手に入ったんで、これの、まあ、成長記録も載せちゃおうかな。オオクワガタいいと思う。頑張ったら10年生きるらしいし、ブリードをめっちゃ頑張って、なんだろう、ブランド化してみたいな、わかる、なんか例えばスマトラ大平田だったらなんかペンチ型みたいな、極太個体みたいな感じで、そしたら結構マニアが高値で買ってくれるかも。逆にこじんまりして可愛いオオクワガタをいっぱい作出しようかな。意外といいかも。小さくて、なんだろう、サイクルが短くてすぐ羊化してみたいな、小型の個体はすぐ羊化するんで、
そんな個体にしたら意外と可愛いかもしれない。なんか小さくて丸っこい感じのオクワガタを作出したらいいかも。でも売ったら誰か買ってくれるでしょ。女性から人気が出るかもしれない。でこの前実は石亀、亀を捕まえに行ってその時撮影したんだけど、その時の動画まだ編集が終わってないんだよ。早く出さないといけないなと思いながら、その前にオクワガタが手に入ったっていう報告を先にしとこうと思って。まあ先にネタバラシしとくと、もうカメ捕まらなかったんだけど、もうどうやって捕まえようかな。もうほんと困ったな。しかもそのカメ捕まえ行くのも2回行ったんだよ。2回行ってダメだった。最初はもう何も準備せずに行って、2回目は多少頑張って準備したつもりだったんだよ。でもダメだった。捕まえたいよ。石亀ね、ペットショップ行ったら何だろう、8800円で売ってたからね。高いよ。まあでも、2日間頑張って取れなかったから、まあ8000円出したら、まあ、簡単に手に入るんだから、まあ妥当かもしれない。でも自分で捕まえたいんだよ。というわけで頑張ってまた捕まえに行くからね。あとは、僕ね、僕がだいぶ前に釣ったナマズを飼ってて、まあアゴマルくんって言うんだけど、アゴマルくん、アゴがなんか出てるからアゴマルくんなんだけどね。それのちょっと餌も捕まえに行かないといけないんだよね。まあ、アゴマルくんの餌を取れる場所に2箇所あって、まあ、1箇所目はまあ、なんか川で普通に小魚釣るんだよね。それを餌にするんだけど、まあ、2箇所目がなんか何なんだろうね、まあ、こう水門があって、こう水路があって、そこのなんかこう四角形のスペースがあるんだよね。なんかちょっと広い、そこにいっぱいなんかエビとかがいっぱい溜まってるんだよね。そこで結構たくさんもエビが取れるから、それを餌にするのもいいんだよ。まあ、どっちが楽かって言えば、エビすくう方がはるかに楽なんだけど。だから近いうちにアゴマルくんの餌取りの様子も出しちゃおうかな。はい。まあ、というわけで、まあ、今回はこれぐらいにしとこうかな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録で応援よろしく。どうやってカメ捕まえようかな。ちょっとググってるからな今。罠を仕掛けようかな。じゃあまたね。